奥の拾った、さあ福田ここチャンスにしたい、ガンバ福田、福田中に来ながら宇佐美を見ていた、宇佐美ガンバ大阪2021シーズンようやく初得点がチームに生まれました。まあ、ここで外側で、まあ、ここから逆サイドに行くので、まあ、どうしてもこうボールに対して行くのが時間遅れますけども、多分コントロールしてからシュートまでそんなに時間なかったと思いますけども、はい、まあ、この置きどころでコントロールしてからシュートまで非常にスムーズでしたし、やっぱシュートスピード決定力非常に高い選手だなと思いますけども、まあ、トスも後半シュートをほとんど打たれてない中で、うん、やっぱ一人やっぱ決定力の高い選手がいるってところは、はい、ガンバの強さだなと思いますし、さすが宇佐美だなって感じします。三浦上がってます、パトリック、ハンドじゃないかというアピール、PK、しっかり決めました、ガンバ1対1同点。周りで見守る選手にとって本当にもうドキ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 するんですよね、これ、はい、見てる方ですか、見てる方ですね、見ない人もいますもんね、そうですね、あ、三浦がニアに行きましたが、その裏から一味どうか入っているか、一味のゴール、同点に追いついたガンバ、これは大きな一戦ですね、入っていたという判定です。ここ一味選手が逃げて、うまく逃げながら、まあ、叩きつけたのが良かったですよね、叩きつけた分反応が少し遅れましたよね、まあ、ファーへ逃げながらしっかりと叩きつけて、まあ、よく決めましたね、ナイスゴールですね。矢島ワンタッチで前に出して、バターワイドに広げて、小野瀬グランダーのボール、パトリックだ、先制点はガンバ、5試合ぶりのゴールでパトリック先制。左サイドからの組み立ても素晴らしかったですし、サイドからのこのダイレクトで入れたクロスボールが素晴らしいですよね。丁寧なパスですよね。そうですね。うまく抑えてね。はい。流し込みましたね。そして松波監督のこのガッツポーズですね。いやー、もう本当に喜びようが分かりますよね。はい。一回ずしゃん。また加藤と上福元。うさみだ。ノーサイドですね。そうですね。ジエゴは残ってましたね。はい、宇佐美自身も少しびっくりした表情を見せてましたもんね。そうですね。見落としがちなんですけども、サイドバックが残ってるっていうところはね、ちょっとみんなが視野に入ってなかったと思いますね。はい、ただこれは難しいシュートですよ。これだけ高いボールですから。押してくるまでも時間ありますし、相手も密集してますから、そして VR チェックしてながら、お、ここはチャンスになるか、あ、しかも倒れたが、あ、PK、レアンドロ・ペレイラ、キーパー南、動きを見て決めました、レアンドロ・ペレイラ、移籍後初ゴールは PK、 ようやく4試合目にして移籍後初ゴールを決めましたレアンドロ・ペレイラ。いやー、まあ、南選手も呼んでましたけど、まあ、それ以上にコーススピード非常に良かったですよね。一戦になってますが、前を向いた矢島、レアンドロ・ペレイラ抜け出して、さあどうか、レアンドロ・ペレイラ、サイドはなかった、今度は流れの中で取りました、レアンドロ・ペレイラ、2点目。
足からね、矢島選手がこのスルーパスですよね。非常にタイミングも良かったですし、長さも良かったですし、絶妙のスルーパスですね。まあ、ここ最後ね、ペレイラ選手も落ち着いてよくキーパー見てますよね。本当にコースだけ狙ったシュートでしたね。55分2点目、これは松波監督も嬉しい、いや本人も嬉しいでしょう。かわして山本です。さあ押し込むガンバ、シュートで終わりたいですね。そうですね、クロスを入れたパトリックだ。やっぱりパトリック、やっぱりパトリック決めました。途中出場パトリック、チームを救うのはやっぱりガンバ大阪、18番ストライカーのパトリックです。ワンチャンスで結果を出すのがパトリック。ここでディフレクションがあったので、まあ、少しこう体の向きだとかっていうものを変えるのは非常に難しかったと思いますけども、ここをしっかりこうゴールにベクトルを向けながらしっかり流し込む、しかもコースも素晴らしいです。好調な選手のところにはやっぱいいボールが来るんだなって感じがしますね。奥のメリントンシューバー、中に黒川があります。中央パトリック、前に出せと言ってますが、いやパトリック一味がおとりになって、パトリック先制ゴールです。まあ、ACL を数えれば4試合連続公式戦のゴールになります。パトリックです。ないですね。まあ、この1位の選手、まあ、ウェイドシュの選手が真ん中を見ながら、まあ、ここもシンプルですよね。はい、本当にパトリック選手を狙ったボールではありますし、まあ、一味選手が、ね、ニアで相手を釣ったことによってのスペースが空きましたから、まあ、ここに入ってきたパトリック選手の落ち着いたゴールではありましたね。2人ディフェンスに来ましたが、レアンドロ・ペレイラ、ここで矢島振り抜いた。前出したところの矢島ですけどもね、まあ、こぼれ球をしっかりと抑えてボレーですけどもね、まあ、この辺はストライカーですよね。そうですね、まあ、体をしっかりと倒しながら、まあ、ゴールマウスにしっかり飛ばす、この技術力の高さというところですよね。ボール寝返しされてますから非常に厳しい状況ですよね。その中で最終ライン、ここでシュート、パトリックなんですけどもね、少し大分の、まあ、守備のラインが、ね、低かったことで、まあ、パトリックの高さは行きましたし、まあ、ラインが低くなっていることで、まあ、ここも、ね、フリーでね、宇佐美入ってくるスペースがありましたよね。タイミングが合わないとこのハイラインといえどもちょっと簡単には突破できないかなという。ベリントンシューバーから矢島、J1100試合目出場を自ら祝う先制点、ワンチャンスをしっかりものにしたガンバ大阪、今シーン見事なクロス、見事なフィニッシュでした。ここでウェリントン・シューバ選手がうまく、ここで強かったですかね、このボールも完璧でしたね。もう強さ、コース、決めてくれくださいというね、矢島選手もちょっとねバウンドが変わって浮きそうになったんですけどもね、しっかりとゴールの枠に決めましたね。ガンバの最終ラインは代表経験者ぞろい。ここでボールを奪います。レアンドロ・ペレイラ、倉田、黒川出てきます。中4人、レアンドロ・ペレイラ押し込みました。レアンドロ・ペレイラ今シーズン初めて2試合連発、リーグ戦4得点目。一度は菅野に弾かれましたけれども、自
から詰めました。ハートマークでゴールをアピール。いや高い位置でボールを奪ってから吉原さん見事な攻撃でしたね。黒川選手、そうですね、ですよね。ボールの質もね速くていいボールでしたね。ファーサイドで、まあ、ちょっとコースは最初のシュートはねよくはなかったんですけども、はい、その2回目の反応なんかも速かったですね。ボールを落ち着いて追いましたからね、はい。パトリックヘディング、セットプレーから先制ゴール、まあ、そのキックの質も非常に良かったですし、相手から平岡選手から少し離れる、あ、平岡選手のところにね、わざと遅れて、上にうまいタイミングで乗りましたし、そのヘディングもね体の強さを生かして、まあ、あの位置からですかね非常に強かったと思いますし、カバーリング入ってましたけども、仙台としてはもう少し体を寄せなかったですね。非常にいいゴールだと思いますね。レアンドロ・ペレイラ前を行く、レアンドロ・ペレイラ横にパトリックですが自分抜いた、倒れる PK。 レアンドロ・ペレイラここまで4ゴール。そのレアンドロ・ペレイラ PK ゲット、1対2。レアンドロ・ペレイラですが、これで出場機会3試合連続ゴールです。まあそうですね、まあ、大分、札幌と、はい、まあ、この試合ですよね、まあ、調子は上がってきてますよね。まあ、ボールを持ってない時の動き出しも非常にいいですからね、はい、動き出した。宇佐美、柔らかいボール、うん、ヘディング、宇佐美からパトリック、宇佐美からパトリック。スローインからですよね、まあ、止まらなかったのが一つ要因ですよね、宇佐美選手は、まあ、このボールも良かったですし、まあ、このパトリック選手を狙ったこの滞空時間の長いボールですよね。パトリック選手用に上げたようなこのボールですね、柔らかいボール、まあ、よく決めましたね、パトリック。ジエゴも前に出る、小野を囲い込みに行きますが、よく残した小野、すぐさましかし吉田11番、おっとチアゴ・アウベス、良かったですね。この小野のパスが素晴らしかったですね、はい、ここに出すかというところでしたけど、まあ、このボールに対してダイレクト、まあ、かわせました。見事ですね。1点差になりました。お、はい、本長いボール、山見です。中央、レアンドロ・ペレイラ走っています、切り返した、左足で狙っていきました、山見が決めました。関西学院大学在学中、先制ゴールをこじ開けてみせました。いや、まずこの縦パスに対してこのファーストタッチですよね、まあ、繊細なコントロールで前にコントロールして切り返して、これ左足で巻いたシュートですね。まあ、情報ないんで分からないですけど、右利きの選手だと思うんですけれども、いや、コントロールされた素晴らしいシュートですね。もうこれサイドネットポストのところギリギリ飛んでるんで、さすがの本田もボールされなかったですね。そうじゃなければいいですけどね、はい、さあコーナーキック、やや、ナイス、アタック上がったボールです、ヘディング、決まりました。最後は小野です。よくポジションをブローナーさん戻したんですけどね、はい、逆の方向にボールは飛んできました、まあ、すごく良いところにヘディングができたなっていう言い方できますかね、はい、さあガブリエウは競りに行った時にブローナー線と当たったというか、圧が少し入ったんじゃないですか、ね、そうですね、はい、ブローダー線の肘のあたりがガブリエルの頭に入ってしまいました、はい、まあ、したがって味方同士の交錯ですから、これはゴールが認められ1点を追う形になったガンバ、藤原、宇佐美、
藤原に返す中パトリック、矢島が来た、青黒がすかさず同点に追いつきました。両チームともに負けられない一戦、ガンバ同点です。まあ、ここ宇佐美選手がキープしていいスルーパスを出して、まあ、ここねディフェクトあったんですけども、まあ、ここ矢島選手よく入ってきましたよね。そうですね、やはりこの後ろから走り込んでくることによってディフェンスもマークしづらいですから。クリックして井出口、バーサイド矢島、うん、ハンドはハンドです、そして動きながらプレッシャーをかける、決めました、ガンバ同点に追いつきました。いや気持ち入ってましたね。そうですね、なかなか止められないですね、はい、さすがの守護神ヤクブスオベルも止めることはできませんでした。まあ、少し真ん中の予測もしてたんでしょうかね。まあ、メンバーの問題もあったかもしれませんけど、はい、ここを抜けてジャマベス、ムーチョー、ファールファール、2点ゲットという形になりました。ジャマベスです。そこまでデータ持ってないと思いますけどね。キーパーの逆、ここはしっかり決めていきました。出てましたね。キーパーの逆つきましたけど、まあ、足の内側でコースを狙ったシュートですね、はい、低い弾道そのまま選んでいった。大事な大事な6ポイントマッチ、青黒の司法が先制ゴールを奪いました。いやー、今日つくような見事なゴール、そしてパトリックと熱い抱擁です。これまあどういう球種で蹴ってくるかちょっと注目してたんですけど、まあ、低めのねこの触るか触らないかぐらいのこのキム・スンギュ選手が判断をね難しくさせるような球種でしたよね。で、まあ、ワンバンさせたことによってちょっとスリッピーな部分もあるので、まあ、判断をねこのギリギリの触るかどうかだったんで、はい、キム・スンギュ選手の判断をちょっとね一瞬遅らせて、代表正ゴールキーパーのキム・スンギュの判断を鈍らせるよと。バーサイドヘッドだ、菅沼か、菅沼の J1 が8年ぶりのゴールが決まりました。来ましたね、セットプレー2発、蹴る前にねちょっとね話そうと思ったんですけど、菅沼選手のところってもう一人誰ですかねブロックしてたんですよ。2枚こうそのゾーンディフェンスの間に2枚入ってて、はい、うまく菅沼選手の走り込むスペースを空けたんですよね。なるほど、はい、でそれによって菅沼選手が走り込んで、ね、あったと思うんですけど、はい、この位置ですよね。右足のスケールもやっぱありますよ ね今日のゲーム、はい、右足も非常に素晴らしい精度でパスを出して、ハイボール、パトリック中宇佐美から、まあ、インスのボールで、まあ、少し回復時間あったのでやっぱりパトリックの跳躍力、ジャンプ力を生かしたようなボールの姿勢でしたし、まあ、この辺の体の強さ、田中との競り合いの中での体の強さも出ましたよね、はい、まあ、ボールの質も、まあ、宇佐美のこうボールの質も良かったですし、まあ、反撃の行為、パトリック、ハンド、アウト、ここで西川後押し、パトリック読みました西川、しかしながらパトリック同じように、はい、来ました、はい、はい、逆にカウンターに行く山本から宇佐美もいますが、宇佐美にボールが出た、奥サイ、宇佐美左足、サブサイドパスか、決めました、宇佐美今シーズン5ゴール目、まずね、コーナーキックから、まあ、東口がキャッチして、山本がずっと、まあ、ドリブルで持ち上がるんですよね。
まあ、パトリックなんかもこう長い距離を走ってトスのディフェンスに押し込んだことで、まあ、宇佐美の前にこうスペースが生まれましたよね。まあ、トラップから、まあ、左足のシュートですけども、まあ、抑えの、まあ、意識した、まあ、シュートでしたよね。はい。まあ、この辺は技術の高さというところが、ね、まあ、出ましたし、まあ、エースが決めたというところが大きいんじゃないでしょうか。さて大きな、まあ、カウンターのところからプレーオンサイドから黒川、山本が持って折り返し、ガンバ先制。触ったのは倉田、0対1。この深い位置取ってバックパスした後ですね、冷やして、いや倉田がいいポジションに立ってましたね。はい、山本からのクロスなんで、よく触りましたね。前半28分、大分トリニータが先制点を奪っています。渡辺新が入っていったんで、渡辺のゴールかなやと思ったんですが、あーここはパトリック、1分後に返しました。もうボールですけど、右足のインサイドで体を少しこう開きながらですね、はいはいはい、まあ、簡単ではないんですけど、うまくこうミートしましたね。前節に続いて山本からの速いボール、合わせたのはパトリック。これはいいところに入ってきましたし、簡単なシュートではないですよ。先制点を奪われて1分後に取り返しました、ガンバ大阪。大分ね、やはりこうリードしてるんで、失点したくない気持ちと、ね、このままではっていうところと、本当にこう難しいんですけど、後ろは大竹にしない方がいいと思いますね。倉田、シュートまで持って、あー、こぼれた、入っていった。ガンバ同点、53分。ちょっとこう後ろが重たくなってだと思いますね。人はいるんですけど、ボールになかなか切れないと、まあ、アナルとキーパーもね、非常にこう難しいですしね。このシュートに対して最後パトリック少し下がってますね。倉田のシュートがそれほど力強いものにはならなかったんですが、ここでパトリックが触りました。パトリック今日2点目ですが、今シーズンの11ゴール目ということになりまして、ガンバ追いつきました。このシュート、ブロック。さあ逆に山見が持ち上がる、山見が持ち上がる、小野瀬も走る、パトリックがブラインドになる、山見かわして、かわして左足シュート、手に当たりましたかね。83分、叫びを上げましたパトリック。今日ハットトリック、右です。ここを狙っていました奥野、奥野もう一度パスを出す、あ、中に入れます。おパトリック押し込んだ。前線からの守備のところですよね、はい、アウトロがいい形でスピーカーセットして、そのまま、はい、アウサミが持ち出して、もうニアにこう入ってこなかったんですけどもね、まあ、ランゲラックが少しこうミスしたところをパトリックがうまく決め切ったというシーンでしたね。ただここも奪い切るところはね、まあ、非常に高い位置から連動されてましたし、そういったところはこういう得点に来ましたよね。でパトリックも最後までこうよく狙ってた部分ではありましたね。パトリック、うん、スイッチをする、宇佐美運ぶ、入れ替わって、うまい、うまいですね。個人技で1点返しましたガンバ。もともとここのプレーに関しては川崎からするとおそらく立ち位置の中でも相手を引きつけてワンタッチなんです。ちょっとずれたんですよね、でそこをガンバが奪ってから一気にスピードが上がったんですが、まあ、俺はもうこの2トップの連携と最終的には宇佐美のプレーを
めるぐらいないなということですね。はい、谷口も間に合っているように見えるんですが、おそらくまた抜いていると思いますし、